マッカーサー司令部の行為により食糧危機にあえぐ日本に1000トンの小麦粉が送られてきました。突然もたらされたこの報道は、最近とかく暗い気持ちになりがちな全国民に大きな喜びと希望を与えたのでした。東京の芝浦港にはすでに陸揚げされた小麦粉が国民の手元に届けられる日を待って山と積まれております。